こんにちは、たけしです。はい、今回は ID のまとめ進行についての動画です。この間友達にマナってどこ行ってもまとめていくのって言われて、うん、そうだよっていうやり取りをしたんですけど、まあそういうことらしいっすね。そんな極端にボス区切りでまとめとかはさすがにないんですけど、2グループくらいのまとめだったら結構ザラにあるじゃないですか。で、中には抵抗を感じる人もいるんだなと思って、動画を作ってます。慣れたらなんてこともないと思うんですけど、まあ、ただ単に、みんなどうやってやってるんだろうとか、やり方というかもうベーシックわからないみたいな、そういうのがあると思ったんで、今回の動画はタンクがどうやってまとめていくかっていうのと、ヒーラーはジョブごとにどうやってまとめを処理していくか解説していきます。回復にどのスキルから使ったりかわからないなんてのもあると思ったんでね。なんで、DPS にはあんまり関係ない話ですね。床を踏まないで先ずりもすんなよっていうくらいです。一応説明文に時間書いておくので、気になったところだけでも見てってください。で、そもそもまとめ狩りの利点って、敵の数が増える分範囲の威力が上がって ID の攻略時間を短縮できることが一番だと思うんですけど、タンクの体力がその分がっつり減ってヒーラーの負担が大きいんですよね。だから慣れてないうちはまとめなしでお願いしますっていうのも一択ではあると思うんですけど、2グループくらいのまとめ進行だったらさっきも言った通り結構多いんですよ。で、 ID のレベルが上がれば上がるほどその傾向が多くなってくるので、まあちょっと抑えておいた方がいいかなって思います。はい、じゃあまずタンクの話ですね。ヒーラーはジョブごとなんですけど、タンクは大体どれも同じ性能なんでひとまとめにしちゃいます。で、実際に見ていくんですけど、最初の1体を挑発かロブで釣ります。その後にグループ全体に当たるように範囲を一発打って、スプリントで次のグループに行きます。そこでもヘイト取ったらバフを解いて、処理し始めます。まあ、あとは床踏まないようにしながら範囲を打ってれば大丈夫です。で、詳しく話すと、最初の挑発かロブかの差はアビリティかスキルかの違いですね。挑発はアビリティなんで打った後すぐ範囲が打てるんですけど、ロブ系のものは GCD がそれで一回回っちゃうんで範囲打つまでに時間がかかっちゃうんですね。そこを気をつけてほしいのと、射程があとちょっと違います。挑発は 25m、 ロブは 15m になってますね。まあこれはどっちも使っても使わなくても大丈夫です。結局他の人が殴られなければそれでいいんで。で、あとその最中のバフのやり方はちょっと僕のやり方になっちゃうんですけど、まず90秒か120秒のバフをどっちか片方1個使って、それに合わせてリプライザルとアームズを使います。それにプラス、リキャストの短いブラナイとかのバフをリケ打ちしていきます。で、この時使わなかった方、例えば120秒のバフの方は次のまとめで使います。で、リプライザルも多分1分とかのリキャストなんで次また使えると思いますね。あとタンクは無敵持ってると思うんですけど、ガンブレの無敵以外は好きに使っちゃっていいです。ただぶっちゃけ ID で無敵ってそんな使わないんですよね。全然使わなくても済むんで。僕昔一回だけ野良のヒーラーに、タンクさん無敵使ってくださいよみたいな草生やしながら言われたんですよ。闇の世界で B アラだったんですけど、で一回オートアタックで死んで、それを言われて、で、それ言われた後も無敵使ったのに、なぜかオートアタックでもう一回転がされたんですよね。まあ ID で無敵高せるゴリラの方がどうかしてるんで、もしマウント取られたら僕の代わりにめちゃめちゃに切れといてください。はい、話しされました。タンクはこんな感じです。まあとにかく他の人が殴られないようにするっていうのが大事ですね。で、ここからヒーラーのジョブごとに話していくんですけど、どのジョブでも共通して知っておいてほしいことがあるんで、それから先に話していこうと思います。基本回復はすぐ回復できるアビリティとかのものを先に使っていって、それが使えなくなったら栄翔系のものを使っていきます。で、栄翔系のものでもケアルとかフィジックとかベネフィクとか、弱いやつはもう基本使わないですね。で、次にタンクにヒールを飛ばす上で、リジェネとかのホットって結構すごい回復量じゃないですか。なんで使いたいんですけど、あれがついたままタンクが敵に突っ込むとヘイトがヒーラーに飛んでくるんで、これ先に知っといてください。で、もしそうなった時はスプリント使ってタンクと並走して、範囲連打してるところに突っ込んでヘイトをなすりつけてくれば大丈夫です。そして、タンクはそれぞれ無敵持ってると思うんですけど、気をつけてほしいのは暗黒とガンブレですね。
暗黒は無敵中1まで減っちゃうと、その後満タンになる分までヒールしないと死んでめんどくさいんで、学者と先生は特に注意が必要ですね。で、ガンブレは1になってから無敵になるんで、ギリギリまで放置してからベネディクションで、満タンに戻すムーブを狙ってると、サプライズされちゃうんで注意が必要です。まあ、無敵を使わせるまで、放置しないのが一番ですね。あと、もう一つ。これが一番大事です。被弾した DPS に個別に回復を飛ばさない。最悪死んでしまっても無理に起こそうとしないっていうことが大事ですね。タンクからヘイトが漏れてオートアタックで殴られてるとかだったらよくて、あと床踏んで被弾したのもまあまあまだいいんですけど、先釣りで殴られたとかは一旦落ち着くまで転がしておいて大丈夫です。余計にリソース割くことになっちゃうんで、基本 DPS には朝一とか囁きとか、あそこら辺の全体回復のおこぼれで回復してもらうようにしたらいいと思います。はい、じゃあジョブごとに見ていきましょう。まず先生からやっていきますね。先生はバリアのノクタとピュアのダイヤが切り替えられるんですけど、基本ダイヤだけで大丈夫です。戦闘前にノクタに変えてバリアだけ張ってからダイヤに戻すみたいな、小技もあるんですけど、そこまでやらなくてもいいかなって思いますね。まあ、なんせめんどくさいし、まあ、ていうかノクタ消えるし、先生のスキルって文字数多くてよくわからなくないですか。まあ、先生はとにかくホットが強いんですよ。で、その分他の2ジョブと違って、HP が減ってから戻すだと手遅れになりやすかったりしちゃいます。僕はそれでいっぱい殺してきました。レベルが低いうちはタンクの HP が3割4割切ったくらいでディグニティ打っとけば大丈夫なんですけど、レベルが上がってくるとそれだけじゃ足りなくなってくるんですよね。なんでホットをもうめちゃめちゃつけていきましょう。単体のアスベネはキープしたまま、全体のアスヘリもつけちゃいます。で、運命のはもうリキャストが短いんで、これも優秀なんでガンガン使っちゃってください。基本減ってるところをガッと戻す手段が少なくて、レベルが上がってくるとアスヘリとかを滅すことが覚えるんですけど、まあ、それが使えるようになるまではさっき言ったホットとディグニティで乗り切るか、もうあとはもうベネフィラの連打になっちゃいますね。で、あと先生のカードは慣れてきたら、手が空いたら、配るでいいと思います。はい、次に学者です。学者はバリア張る方なんですけど、ぶっちゃけあんまバリアは使わないですね。普通の戻しにコブとかを使ってると MP がすぐ枯れちゃうんですよ。バリアが張れるんで学者のメイン武器なのかなって思う人多いと思うんですけど、実際は戦闘が始まる前に張っとく程度で、戦ってる最中にまた張り直してとかはやらないですね。マジで事前にバリアがないとやばいっていう状況になるのは多分霊式とかからなのかなっていうふうに思います。じゃあ学者のベーシックどうしてるんだおいみたいな話はですね、基本は心棒をつけて陣を置いておけば、あとは適当に囁きとか活性でなんとかなると思います。まとめ中はエーテルの使い道が回復しかないんで、やばくなっても活性が打てる分割と余裕があるかなっていうふうに僕は思いますね。フィジックはまず使えません。あと妖精のスキルはささやきとかエーテルパクトセラフィム、まあ、全部優秀なんですけど、発動までにラグがあるんでそこだけ注意が必要ですね。低レベルのうちは妖精のリジェネがマジで役に立つんで、本体が回復つば面はもしかしたらないかもしれないです。次 6.0 で、追加される賢者もバリアなんですけど、おそらくそれもこういう感じで、高難易度以外だとバリアを意識することってないと思うんですよね。はい、最後に白魔導士です。白魔導士はタゲを取り始めたらリジェネとベニゾンをつけて、まとめ終わったらなるべく早くホーリーを当てます。基本慣れないうちは殴らないで回復だけしてれば大丈夫なんですけど、白魔導士だけホーリーもガツガツ打ってった方がいいっていうのがちょっとありますね。で、回復はリジェネを切らさないことと、アサイラムも置いとくと楽になります。リジェネは一発打っておいたら、あとは放置しておけば回復していくっていう、まあホットなんですけど、全部の回復量で見たら 200×6 ティックで1200なんですよ。で、これはケアルラとかソラスとかテトラが回復量700なんですね。比較するとだいぶやばくないですか？いかれてますよね。だからリジェネを維持しておくだけでタンクの減りがだいぶ変わってくると思います。
まあ、ただ最初に言った通りリジェネでタゲが飛んでくることがあるんで、そうなったらタンクと並走するように気をつけましょう。で、自分が白を育ててた時は60レベルより手前がやってて辛いなって感じましたね。特に50より手前はどうしても炎症ヒールばっかになるし、ホーリーもあるんで回復を早め早めに飛ばさないと事故になるっていうことがちょいちょいありますね。僕もだいぶそれで転がしてきました。はい、お疲れ様でした。まあ、時間の配分的にほぼヒーラーの話になっちゃいましたね。一応今話した以外にも知っておいてほしいなっていうことがあって、やっぱりタンクジョブによって硬さの程度が違うんですよ。一番硬いのは暗黒なんですけど、その暗黒も70レベルまでは結構柔らかいし、意外とガンブレなんかはオートアタックに対して強いバフ持ってたりするんで、まあ、なんていうかそういう細かいノウハウがあります。なんですけど、とりあえずひとまず ID に入ったら味方の HP 体力を確認することを習慣づけるのいいと思います。それで装備の程度がわかるんで、まあ、例えばタンクなのにヒーラーとか DPS とあんまり体力変わらないっていうのは、これは装備がもう弱いんでヒーラーは気をつけた方がいいですね。逆にタンクはヒーラーとかを見て装備が進化かかってなかったり、あの若葉がついてたりしたら、あ、これ気ぃつけないとまずいなって気づくんですよ。このゲーム装備が重要なんで、体力の最大値は結構わかりやすい物差しだと思いますね。はい、今回の動画以上になります。今後もこういったコラム的な動画だったり、何か攻略動画だったり作っていこうと思うので、こういうの知りたいとか、これはどうなのみたいな、どういうのがベーシックなのっていうのがあれば、コメントなんかでネタを提供していただけると嬉しいです。チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。高評価も嬉しいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。